森本翔太は、福井県堺市出身の元プロ野球選手、宇藤右内。小学3年生で野球を始め、中学生時代には、福井ブレイブボーイズに所属していた。福井工業大学付属福井高校への進学後は、1年次からベンチ登録を果たし、2年春からエースに定着。2年夏の福井県大会では、山田信義を擁する敦賀気飛高校との決勝戦に、 登板し、7回2失点と高騰したが、チームは敗戦し、全国大会への出場を逃した。その後、高校2年の冬に肩を痛めた影響で3年時には2番手投手に降格。夏の県大会では、福井商業高校との準決勝に休援で、登板したが、逆転負けを喫した。この大会を最後に野球をやめることを決意し、大学の野球部や、 社会人野球のチームからの誘いを断り、野球関連以外の企業から入社の内定を得た。野球に厳しいジップの強い意向を受けて、2年だけ野球を続けるという条件で、ベースボールチャレンジリーグの地元球団である福井、ミラクルエレファンツの入団テストに参加。このテストへの合格を経て、入団に至った。入団1年目の2011年には、 リーグ戦で3勝6敗という成績にとどまったが、2012年には、リーグ戦21試合に登板し、10勝9敗、リーグ3位の防御率1.98、リーグ2位の128奪三振とエース格の働きを見せ、チームを地区優勝に導いた。2012年の NPB プロ野球ドラフト会議で、オリックスバファローズから50名で指名。契約金2500万円。 年俸500万円という条件で入団した。この会議では、チームメイトの西川拓希も、オリックスからの育成ドラフト2巡目指名を受けて、入団した。2013年には、春季キャンプ鬼軍で迎えたものの、オープン戦の途中から1軍に昇格。登板6試合で1失点という好成績を挙げ、新人選手では、唯一の開幕1軍登録を勝ち取った。 公式戦の開幕後には、救援投手として、主にビハインドでの場面で登板したが、防御率8.10という不調で4月に登録を、抹消。6月に再び登録されると、7月12日の対福岡ソフトバンクホークス戦で一軍初勝利を挙げた。一軍公式戦全体では、25試合の登板で2勝1敗、1ホールドをマーク。防御率は5.90で、 脱三振と、ほぼ同数の予試球、失点を記録するなど、請球面で課題を残した。2014年には、フレッシュオールスターゲームで、ウエスタンリーグ選抜のメンバーとして登板。一軍公式戦への登板機会はなく、同リーグの公式戦でも、20試合の登板で1勝6敗、防御率6.12という成績にとどまった。2015年には、 一軍公式戦に試合に登板したが、2016年には一軍公式戦への登板機会がなく、10月2日に球団から戦力外通告を受け、現役を引退。12月2日に NPB から自由契約選手として講示された。地元の福井県で一般企業に勤務しながら、出身チームの福井ブレイブボーイズでコーチを務めている。 身長百七十三センチメートルと小柄な体からスリークォーターで投げ込む最速時速百五十九キロメートルのストレート、打者に一瞬消えたと思わせるほどの切れ味を持つスライダー、カーブが武器。二年だけ野球を続けるつもりだったので PC リーグのレベルを舐めていたという福井時代の一年目には参照に終わったリーグ戦の終了後に投球フォームを右肩へ負担のかからないように 改良した。さらに、走り込みなどのトレーニングに励んだ結果、6 0ラム台だった。体重が7 0ラムに増加。最速時速1 5 1トルのストレートを投げられるようになった。小中学校時代には、野球の練習へ行くことを嫌がるたびに、ジップから練習に連れて行かれた。しかし、高校で野球をやめることをジップに伝えたところ、ジップから、 プロ野球選手になる可能性があるのに諦めてほしくないから野球を続けてほしいと懇願された。森本自身はオリックスへの入団直後に巨人の星の星一匹みたいだったジップに頭を下げられた以上野球を続けるしかなかった。その時点で大学や社会人野球チームのセレクションがすべて終了していたため、 福井の入団テストに参加したところ、運よく拾ってもらった、子供の頃から小さいから通用しないと言われていたが、高校でも福井でもなんとかなったと語っている。福井時代の2012年に結婚。オリックスへ入団した翌2013年の春季キャンプ中に第一子を授かった。このような事情から2013年中には家族を福井に残したまま、 関西地方で単身生活を送っていた。2016年2月の春季キャンプ期間中には、生命の読み方が同じである毎日放送所属の、スポーツアナウンサー、森本直人氏からのインタビュー取材が実現し、同月10日の、チチンプイプイの生中継でのキャンプリポート中に、このインタビューを収録した VTR が放送された。ありがとうございます。